西方正教会が俺たちを神の敵と認定したら日向はそれに従うんだろう。<laughs> では私が出向き始末してまいりましょうおいおい日向は強敵なんだぞそうですよディアブロ<お>あなたごときが出向くくらいなら私が行って終わらせてきますリムル様私にお任せくださいあなたには秘書の心得を教わった恩があるので言いたくはありませんが。 残念ながらあなたではヒナタとやらには勝てぬでしょうつまりお前は私よりも強いと言いたいのかではどちらが上かはっきりさせんでよろしいお<ー>フェルドラまさかお前えワルプラギスにこっちからクレイマンに会いに行ってみるのも面白いかなって思ってさ多分大丈夫だと思うけどでもね付き添いは2人までだよ素晴らしい案です その時はぜひ、この私がお供を。バカメディラブローお供はこの私です譲りませんまあ、とはいえ、戦いになるならば打ち破れば済む話。そもそもリムル様お一人で十分でしょう。ふん。ふっふっふっふ。なんか意気投合してる。クレイマンめ許さん二どほど知らぬ虫がやはり私が出向き、殺した方が良さそうですね リムル様を侮る時点で許しがたい。私の手で粛清してやりたいですが。ここは、先輩を立てるとしましょう。おう、話がわかりますね。<laughs> <laughs> ちゃんとリムル様の護衛を務めたのでしょうね。当然です。私がいればあなたなど必要ないのだと証明されました。あなたこそリムル様に与えられた任務はどうなっているのです <laughs> それは、ぬかりありません。できましたら、戦う許可を。ああ、それは却下で。お前が目立つのは避けておくように。承知しました。私は目立たぬよう、裏方に徹しましょう。シオン、ディアブロを見習えよ。あそんな私は常にリムル様の言いつけを守っておりますレイヒムを使者として送り出した、私の落ち度です。その通りお前の失態だぞ、ディアブロ 先輩として私がお前の代わりに指揮を執った方が良さそうだなはいもちろん私が舞台を率いて王皇貴族を見慰せるキャッカーだキャッカーディアブロー誰だって失敗はあるしお前の正体がバレたのは別にそこまで問題じゃないだろ悪魔の関与と騒がれては任務の続行をいいか失敗した時はそれをどうやって挽回するかが大事なんだでは このまま私が作戦を続行しても。当たり前だろ。この作戦はお前が最後まで全うしろ。リムル様より与えていただいた仕事、ぜひとも最後まで私にお任せください。よしきっちりおめえを返上してくれ再建を放棄すれば戦争は回避できるだろダメですそんなことをすればリムル様が軽く見られてしまいます <laughs> 作戦を諦めるなどとんでもない。リムル様 私に任せてくださるのでしょは <laughs> 私はリムル様一筋ですので、恋愛など興味ございません。いや、聞いてねえし。負けませんよ、シナ様。望むところですわ、シオン。よくわからないけど、とりあえず、逃げよう先行の勇者、マサユキか。身の程をわきまえさせてやりますよ。ああ その役目ならば私が。<laughs> 先行の勇者。少しは楽しませてくれるでしょうか。ってことで、勇者正行には俺が対応する。手出し無用。いいな。ええー、いいな。はい。はい、人間たちとも仲良くしたいと考えている俺たちにとって、それは何よりも避けねばならぬ事態なわけだ。ですが、リムル様の構想では、サリオン、ブルムンド、ドアルゴン、 ファルムス、じゃなくて、パルメナス。その中心にテンペストを置く以上、我々を無視する方が損失が大きくなるのではさすがは第一秘書、シオン殿です。だろうだったらなぜ、我々の邪魔をしようというのだ無視はできないのならば、協力して心証を良くする方が得ではないか。人というのは実に不思議な生き物です。協力しなければ生きていけなくせに、 仲間内で上下関係を決めたがる。そして二つ以上の集団が隣接した場合、どちらが上に立つかでまた揉めるのです。リムル様が築く共栄権が、評議会の立場を脅かすと心配しているのだな。<laughs> 自らの分をわきまえず、リムル様の自愛を受け入れぬ愚かな支配層など、滅ぼしてしまえばいいでしょう。<laughs> 第二秘書もそう思うか。 そういうのは却下で。はい。俺たちは舞踏大会の出場禁止なぜですか、リムル様だって君たちが出たら優勝しちゃうでしょ実はだな、俺の配下で飛び抜けて強い君たち三人には、親切する四天王という役職についてもらおうと考えているんだ。四天王なんと甘美な日々。